当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。カシュミードを無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことをやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。ではちょっとね、オーバーオールしてみましょう。依頼品はちょっと依頼品で寄せといて、でまあ、いらないって言ったものは全部オーバーホールに、あのひどい状況のものをオーバーホールして果たして復活できるのか、まあ全部オーバーホールまで施し、そして鏡面化をしてやると、それでどこまで復活できるのかという感じですね。ちょっとではね、オーバーホールをしていきます。浮かないと積算系ですね。久しぶりだな、マジで久しぶりだ、本当に久しぶりだな、かなり久しぶりじゃない。本当に久しぶりすぎる、久しぶりすぎるな、マジでやらないとダメだな。作業はすっかり終わりました。まあ2台ともオーバーホールですね。7750のムーブメントのオーバーホールですね。この詳しいムーブメントのオーバーホールの画像、そして動画なんかは、まあ、詳しくリンク貼っておきますので、そちらをご覧ください。ではですね、今回何をしたかというのをちょっとねご説明していきましょう。まあということで、オーバーホールを2台ともしました。オーバーホールを2台ともして、で、まあ、今回のその企画としては全くもってもモジュールがダメとかではなかったんですよ。2本とも、まあ、オイルがかなりひどくて、2本ともだからムーブメントがダメだったんですよ。ムーブメントもダメだったっていう感じです。でもう1台ここに見えてますが、黒ベゼル、黒文字盤、あれはね、もうね、モジュールもダメ、もタイムグラファの波形がバラバラバラって、まあ、前回の動画、ボリューム13かな ?14 かな違う、ボリューム13かな、ちょっと、いくつだっけ、ボリューム13を見てください。それで、まあ、バラバラバラってなっていた、モジュール、そして、モジュールを取っ払って、ムーブメントだけの状態をチェックしましたが、それもダメ。そもそもだからムーブメントもダメだったんだよね。だからこの黒ベゼル、そして黒文字盤、これは鏡面化もして、でオーバーホールもしました。で、2本ともオーバーホールして、ムーブメントはかなりいい状況です。まあやっぱりオイルのあれですね、
不具合があったんですよ。で今回はまあ何をしたいかというと、そのオーバーホールして鏡面化したのが果たしてうまく動くのか、稼働させ続けられるのかということです。根本的に鏡面化するというものは、鏡面化できるのはやっぱり根本的にムーブメントがダメなものはできませんから、そのムーブメントをオーバーホールにして復活させるということです。それで鏡面化にする。で青い方はボリューム13見てください。青い方は波形は綺麗だったんです。ただ深角が170度とか、なので青い方にちょっと注力してみます。青い方に着目して、まあどっちも着目するんですけど、青い方はオーバーホールだけして、モジュールは鏡面化しません。モジュールはシャシャッと洗うだけで、鏡面化はせず、これで復活できるのかってことは、モジュールがきちんと動くかどうかってことですから、ではね、その続き見ていきましょう。ではね、見てください。出てますね、モジュールの悪さ。177度まで落ち込んでます。いいなと思っても、この波打ち見てください。微妙な波打ち出てますね。完璧にモジュールの悪さです。これまた悪いね。しかもこの深角見てください。悪いね。ということで、あれを鏡面化しましょう。まあムーブメントはこの間オーバーホールして良かったんですよ。でまあ見た感じね、大丈夫そうかなと思ったんですよね。モジュールは大丈夫そうかなと思ってだけど、でも全然やっぱりダメでした。時間まあだいたい1週間弱洗浄して、洗浄しただけではダメなんだよね。やっぱりね、このモジュールの悪さが出てくると、一旦洗浄したところで何ら効果がない、本当に何ら効果がないっていうことがあるんだよね。本当にさ、このモジュールってさ、一旦ダメになるととことんダメになるから、こうやっても交換が必要になるよね。非常にね、なんかね、何回もやってんだよこれ、何回も撮って。ということで、今日はいただいたですね、依頼品でまあ入ってきたんですけど、いただいたそのものを使い、ちょっと試したいことをやっていこうと思ってて、荷台ともムーブメントもダメだったんですよ。オイルがすごい入ってて、オイル入れたのかもしれない、なのでもう荷台ともダメ で、タイムグラバー載せた時、波形が良かったのは青い方、青い文字盤の方なんですけど、あれはオーバーホールをします。どっちもオーバーホールするんだけど、どちらとも2本ともオーバーホールをして、黒ベーゼル、そして黒文字盤は鏡面化をしました。まあ案の定動きが良くなったんですよ。で青い方は鏡面化はしません。波形が良かったので鏡面化はせずに組んだんです。でモジュールは鏡面化せずにムーブメントをオーバーホールして組みました。1週間経ってあの数値やったんですよ。ただモジュールもやっぱりダメだったんですね。深角の小ささ、前の動画を見てください。深角も200度割ってたので、小ささはやっぱり、まあ、波形がピンとまっすぐ下ってたんです。でいいかなと思ったんですけど、やっぱり振り角ですね、振り角の小ささはモジュールの悪さだったんだね。最初オーバーホールしたての頃は振り角がもう200度前後だった。220、頑張って220だから、まあいいかなと思ったんですよ。まあいいかと本当は嫌なんですけど、まあいいかなと思って様子を見ようと思って、で1週間経ったらもうガタガタガタっと崩れてきましたね。だからやっぱりモジュールを洗っただけではダメなんだよ。やっぱりダメだった、あれはやっぱりモジュールの悪さも加味されて、でまあ100、200度割ってきちゃった、ってことなんだよね。
ただスムーズに下ってたんですけど、バババババっていうこのモジュールの目に見えてるモジュールの悪さっていうのはグラフでは分からなかったんです。ピーンとまっすぐ下ってましたから、あれはもしかしたらオイルが入っていたせいで、オイルがまあたっぷりだったんで、オイルのおかげでこう動きがちょっと良くなってたのかもしれないですね。ただそのオイルは抵抗ですから、抵抗値で抵抗でもって200度を割ってたのかもしれないですね。ただその洗浄しましたからオイルが全部なくなった、モジュールの悪さが一気に出てきて、でまあ波打ちし始めたんですよ。波打ち、緩やかな波打ちなんですよ。もうモジュールの典型的な悪さの前兆ですね。緩やかにこういって、まあ真核は当然のことながら200度割ってしまったってことなので、次回はこの青い方ですね、青い方を使ってちょっといろいろやっていこうと思います。あっちのね、鏡面化して、まあ鏡面化した方は動きは割にいいので、あのまままたね様子を見ているんですが、次青い方ですね、青い方の鏡面化に入るんですが、青い方の鏡面化のモジュールでちょっとやってみたいことがあります。それをねちょっとねやっていきます。ちょっとやってみたいなと思っていることがあるので、鏡面化をするついでにまたやってみたいことを青い方でやっていきます。ちょっと次回ねそちらもやっていきますので、何をやりたいのか楽しみにしておいてください。いやーでもね、こうやっていろんなものを、そのまあこの方もね3本依頼してたんですけど、1本だけでいいと、とりあえず1本は担当制に載せ替えちゃったんですよ。まあ、その動画も出てくるんですけど、担当制に載せ替えてしまってお返しして、まあ2本はもういらないと、なんか部品取りにしてくれと言われたので、まあこういった研究材料があればこうやっていろいろ研究できますからね。いやー本当にありがたい、感謝しかないですね。ありがとうございます。では次回何をやりたいのか、何をやってみたかったのかというのをやった上で鏡面化やっていきます。ちょっとそれをね次回楽しみにしておいてください。ということで、こういった日々の作業はインスタ、ツイッター、そちらによくアップしております。そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。